市畑電気鉄道本社鉄道線車両。市畑電気鉄道株式会社は、島根県東部を中心に事業を展開している。市畑グループ各社を統括する、事業の地株会社である。直営事業としては不動産業などを展開している。本社は、島根県松江市中原町49。従前より、市畑グループをまとめる統括企業としての機能を、担っており。 かつては、鉄道事業やバス事業、タクシー事業などを直営で行っていた。しかし1971年に、タクシー事業を、2000年に、バス事業を分社化。そして2006年に、鉄道事業などを分社化した際に、事業持株会社へ移行した。そのため現在は不動産業などの一部を直営で、行っている他は大部分が、子会社での運営となり、 グループを統括する機能が主となっている。社名は、出雲市にある、市畑寺への参見者輸送を目的とした鉄道を計画したことに由来している。なお、かつて直営していた事業についての詳細は、市畑電車や市畑バスなど、各事業主会社の記事を参照のこと。直営事業としては、島根県立古代出雲歴史博物館の管理運営や、 保険代理店事業、不動産事業などを行っている。かつては、旧島根柳瀬も加盟していたが、2006年10月に、カーテックスから独立し、現在は、産業オートセンターのグループ会社となっている。ABCDFGHIJ e 第1 7 9期証券報告書 AB、地方鉄道及び軌道一覧昭和10年4月1日現在、 鉄道不設県けと、漢方1934年8月14日、鉄道免許執行、漢方1936年9月15日、合併のお知らせ。松江市畑交通。2019年6月30日閲覧。市畑グループの歩み。ありがとうございます。